皆さんこんにちは。情熱で奇跡の成長を導く日本で唯一売上を上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日のテーマはですね、経営者の方には覚えていただきたいし、知っておいていただきたいことなんですけれども、人間関係はビジネスモデルに依存するというお話をしたいというふうに思います。人間関係って、いいとか悪いとかですね、それがこう良好、どうね表現するか分かりませんけど、人間関係って、ビジネスモデルがかなり影響しているんじゃないかなと私は個人的に思っています。ただですね、大事なことはビジネスモデルと組織は相関関係にあるので、ビジネスモデルと、その組織、つまり人間関係が、マッチしていると自然にビジネスが良くなって人間関係も良くなるというふうな方向に行くことがあるんじゃないかなと思っているんですね。で、反対にこうビジネスモデルと人間関係、いわゆる組織がマッチしてなければ、人間関係だけ良くしようと思ってもうまくいかないんじゃないかなっていうのが私自身が思っていることなんですよね。なので、このどちらかというとこのビジネスモデルと組織、人がマッチしてないっていう状況をどれだけマッチさせるかっていうことが実は大事なことですし、そのマッチさせることが人間関係が結果的に良くなるということに僕は考えています、思っています。なのでこのテーマでね、人間関係はビジネスモデルに依存するということを言いましたけれども、これも逆もしかりだというふうに思っていただいてもいいんですね。そんなふうに考えると、こう人間関係だけ良くしようと思って、何か対策をしたり、考えたりしても、結果、大きな成果、うまくいくことって、そんなに多くないと私自身は感じています。ですから、人間関係を良くしていこうと思うと、このビジネスモデルと、それはどういう関係で、それがどれだけマッチしているのかしてないのかということを考えながら、そのマッチしていく施策と、そのマッチしていく施策のために、どんな人間関係を築いていけばいいかということを学んで実践すると、これが良くしていく方向性なんじゃないかなというふうに思っています。いかがだったでしょうか。情熱で奇跡の成長を導く日本で唯一売り上げを上げるチームビルディングコンサルタントの岩見がお伝えしました。ありがとうございました。